ここが、これブルドッグの犬舎なんですけれども、見てください、これずらーっと向こうまでありますよ、70頭。まあ今は70頭はいないそうですけど、踏んだうんち、くそ、何ですか、夏の間ここに入れるそうです。こっちにもあります。こっちにもずらっとあって、そしてどっかに、どこだった、あ、ここだ、ほらテレビカメラみたいなのがこう設置してあって、インターネットで常にこう確認できるそうですよ。さっき見ましたけど、犬が今どういう状況なのか、もちろん防犯の意味もあると思いますけど、すごい設備が整ってますね。これだけ大きな家に家族3人で暮らしてるそうです。広いですよ、すっごい奥もすごい、向こうまであるし、向こうまでずっと全部、どれくらい坪数で言ったらどれくらいなのかな、どれくらいある、かなりありますね、2000坪、もう2000坪ぐらいありますね、建物の入れると全部で2000坪までは、いやー分かんないな、2000坪まではない、いやー、まあそれくらいだと思いますね。まあいいや、ちょっと明日チベタンマッシーフの検証行きます。